原西フィッシングフードアブバレてもキャストしてファイト原西フィッシングフードアブ息のあるおじさんでいたいらば漁師高志原西漁師高志原西キスです。えい今回は、はい、食べて美味しい、はい、キス釣りを、はい、まあ、がっちり専門でこれだけっていうのはやってなかったと思います、ね、なるほど、はい、やってみたと思いますけども、はい、どうですイメージどうですかキス釣りのイメージどんな釣り方やなっていう有吉さんは多分ね経験してるから、はい、まあ、ちょい投げでも釣れるし、うん、ただ船でわざわざ行くのって僕あんまないですね、うん、確かにね、はい、あの砂浜サーフから投げてきて、はい、こうね、はいはい、6匹ぐらいついてるみたいな、はいはいはい、あのイメージよね、そうそうそう、我々のキス釣りっていうのは、はい、まあ、今回船ということなので、はい、ちょっと釣り方が違うかどうか分かりませんが、はい、こちらの方もレクチャーしてもらうために先生呼んでますので、はい、呼びましょうか、うん、先生お願いします。お願いします。お願いします。はい、林先生、林しています。よろしくお願いします。いいとこでもお世話になりましたけども、はい、どうもその説お世話になりました。はい、お世話になりました。船のキス釣りっていうのは、うん、確かにどういった釣り、サーフから釣ると、はい、もう距離って限られますよね、はい、遠投しても200メーター300メーターとか、はいはい、もう岸から離れたいいポイントに行けるのが船釣りの特徴、はい、はい、で同じ白ギスを狙うんですけどもちょっとやっぱりやり方が違う、違う、サーフだとこう引っ張ってサビクってやつですね、サビクだけ、針もやっぱり6本7本多かったり、はいはい、するんですけど、こう天秤の仕掛けを使うところまでは同じ、はい、まあ、重り号数とか細かいとか違うんですけど、はいはい、で天秤っていうのはこう飛んでいくときに仕掛けが絡まない腕がある、はいはい、で、まあ、僕は振り分けの2本なんですけど、一般的なのはここから枝数が出てもう1個針が、はい、うん、こういった仕掛け、はい、餌付けもえこれね、うん、遠投するんですか、丸ぐらいだけどいいです、はい、遠投してもいいです、ほぼね、平らな砂地、なだらかな斜面の砂地なん で、根掛かりもほぼないので、じゃあ広く当たりたい場合は投げて巻いてくるということ、そうです、そうです、そうです、そう、うん、下に沈めた場合は重りがトントンしてればハリスがこう、はいはい、わわわとしてる、うん、で下から30センチぐらいまでにいる魚なんで、うん、例えばこのぐらいのところに重りがあっても全然釣れない、はい、重りをつけてトントンさせるか、投げたら、このとこね、いい釣り方があって、はい、一昨日その200匹以上釣れてる釣り方を間近で見させていただいて、はい、それはですね、こう、まあ、着手、20メーターぐらい投げた、うん、重りがついた、うん、糸が張ってる、はい、そうすると、穂先をね、このぐらいずつ、え、パン、はい、そうすると、天秤も、ポン、弾かりますよね、ピョンって上に上がりますよね、天秤、そうです、そうです、はい、で、ちょっと持ち上がりながら、スーッと打ち、うん、で、濁った海水の下の方なんで暗いはずなんですけど、はい、確実に見てます、はいはいはい、うん、だゆっくりしたものを見るよりも濁った海水で早く移動、はい、霧があるともう顔見えるんですよ、はいはいはい、そこで食べたいものが早く移動してたらもうなんか霧になっちゃうから、うん、そういったところで20センチぐらいずつ動かしてる間に一気に食ってきます、っていうのが、うん、ズル引きもありですよね、ズルゆっくりズル引きするだけもある、うん、ただね、皆さんが思ってるよりも早い動きに反応します、へ、猫が猫じゃらしにやるような反射も入れてる釣り、へ、ゆっくり動かすとゆっくり食べちゃって磯目長いんで、はい、針まで行かないうちに当たりがブルブルってきたら合わせちゃう、あーもう、あーなるほど、さっき言ったように目の前通り過ぎる、通り過ぎるから急いでもう食べようとすると一気に張りかかっちゃうみたいな釣り方が今活性が高いんで非常に、それが200匹ぐらいですか、223匹どれぐらい違うんですか、釣れる人とそのやり方しない人と、ね、はい、10人で行ったんですけど、はい、一番その人で30ぐらい、30と200？ じゃあ200匹違う、もうすげえ、200匹近く差出るんですか、僕なんかをこう、まあ、撮影して回ったりしながら、はい、780ぐらい、もうまい人に、でもそれがハマらない場合もあるってことですよね、あります、だから何個か試してみると、早く動きダメじゃないって言ったらゆっくりやってみる、その時のまあパターンがあるって、ね、ありますあります、あります、それはめっちゃ差つくみたいです、なんかこれちょっとなんかだから223、2番手が140いくつ、そんな差めっちゃ違う、あ、じゃあ後日に現れてますね、その方はね、もうね東京で500つったことある、はあ、やっぱりもうまあまあすごい何かが違うんやろな、けどなんか誘い方によったりその手返しによってそんだけ違うってことでしょ、まあ、腕の差めちゃくちゃ出るって言われてます、はい、そう、うわ、こう巻き込んで差をスーッと上げると重りがそこ付近にスーッとくるじゃないですか、はい、トンってついた時にカクンと当たる、見てるんですよ、それ早い時期は、ちょっと僕らの重りよりも早い動きに反応してる、ちょっと
差が出るって言うならばちょっと競争しましょうか。ちょっとせっかくやからキス ね、はい、いっぱい大きさとか言うよりも、うん、数で数釣り対決してみます、うん、まあ1時間おで、まあ、今回はこれ協力戦ではないので、はい、個人戦なので、はい、聞きたいことはおのおの先生に自分で聞いてください。わ、はい、かりました。わかりました。自分で解決していってください。わかりました。ただじゃあ3人の数釣り対決を、はい、よっしゃ、よっしゃ、いきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。餌の付け方聞いてる。うん、餌うわずるい。めっちゃずるい。これ聞いてんかった。やば。やばって。先輩やば。もう始まってたカメラ回ってなくて。垂らしどれぐらいですか。今やります。グッとやると口。はいはい。これ口なんですね。口から入れて。うん、口から入れるんだ。横に抜いちゃう。で頭が硬いんで、はい、今硬いところもねすごく食ってくるんで。活性高いこのぐらいですね。一発で食わせるんだ、うん、なるほど。で当たりがなければないほど長く2センチ半ぐらい、うん、これ活性のいい時、はい、あいい時悪い時はもうちょっと長く悪い時も倍ぐらいにしちゃって餌で要するにアピール短いで高い方がアピールする、はい、よしよしよし短くてこのぐらい長くて倍ぐらい、はい、OK よし餌くださいよーし頑張ろう餌くださいまだ回りません餌ください。はいはい、あ一人水深6メーターぐらいです。はい。水深6メーター。キスね。もうやっちゃって大丈夫ですか？はい、スタートです。スタート？はい、OK です。カナリさんもスタートしていいですか？まだね。まだ。いやいやいや、自分が。出るからまだみたい。そうやろ。船長いいって言ってんのに。船長いいって言ってますけど、カナリさんいいですか？まだですそんなほな船長ええ言うてるやん。自分がフライングいつもするくせにこういう時だけまだです。何してんすか？もうぐちゃぐちゃやん。ここから直してもらってる。いいですか？まだです。いやもう時間もったいない。もういいいいです。行きましょう行きましょう。皆さん岡村さんいいですか？まだですって言ってるやん。岡村さんもなんでな、何してんすか？ご飯食べてたから餌今つけてるやん。両サイド先輩2人が先輩もまだですって言うからまだです言ったら止まらなかった。多数決で岡村さんもあ、OK ですって言ってた。いいですか？はい、1時間勝ち取り対決、はい、スタートです。はいはい、陽さんは、少し15メーターぐらい投げました今。え？はい。でこの跳ね上げに食いついてきたりするんで、ちょっとルアーマンは多分結構好きだと思います。当たった。あ、来た。早馬馬馬今誘って間を取ったら当たりました。来たー。いいですね。気持ちよかったな今の。誘って早い。よいしょ。おめでとうございます。よいしょ。あと手返しね。手返しですね。ここ大事なのやっぱ大事。魚入れるところと餌の付けですね。餌付けと、うわー、サイズはまあまあちょっとちっちゃめだけど飲み込まれてない。飲み込まれるとちょっと時間取っちゃうから。そうですね。あ、いいフッキングだった証拠ですね。うん。え、明確に当たった？明確に当たった。ちょっと合わせた方がいいですよ。もっと合わせないけど。そう、もう負け合わせ。原井さんびっくりした。女の子みたいな。びっくりびっくりして巻いてきた。おめでとうございます。これは数対決なるぞ。これは成立しますよ。これはめちゃくちゃいいっすね。餌もう食われてるやん。向こう手動で食っちゃった。もっと餌を動かして逃げる餌を演出して。ああ、こっちが食わせに行かないとってことね。ちっちゃいちっちゃい餌。ちょっと餌ちっちゃいけどな。あれで食ってくるかどうかちょっと試してみる。なるほど。あれ
いいサイズ、危ない、ナイス判断ですね今。あ、サイズアップしてますね。サイズアップしてる。ちょっと見せてもらっていいですか。あ、危ない危ない、ちょっと、やばいやばい、穴入りそう、穴入りそう、これの見せてください。17、うわダブル来た、ハリさんダブル、ダブル来ました、やりました、よしよし、いいですよ。今どういう誘いでした、今のは。今ズル引き、ズル引きできましたか。ズル引きで変態、おめでとうございます。手返しな、手返しですね、手返しを意識してます。あ、ハリさんも釣れた、あ、来た、あ、え、あ、逃げた、逃げた、落ちた、バレた、あー、これあんのよ、バラニスさん、バラニスさんだ、伊藤ちゃん、これ大きくない、ごめん、じゃあもうちょいまたサイズいい時に写真撮らせてください。バラさない、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 まあこれがアベレージっぽいですね、ここね。あー食われたか、飲まれてるからエラーを、そうそうそう、マスです、マスです、はい、エラーに手を突っ込んで引っ込む、あれエラー、エラーや、そのまま、そのまま使える。ごめんなさい、りょうさんみたいに竿先立てといた方が当たりは取りやすいですね。ラインとね、ロッド90度です。まあ、90度、銀なんかあるじゃないですか。あと別にズル引きでも今来てるみたいなんで、あんまり来なかったらズル引きとかいろいろ混ぜて、もう今何やっても来るんじゃないですか、これ。ですね、活性高すぎるんで。フィーバータイム。今ね、手前だけど怖い。初めて当たりが怖い。あ、今までも毎頭釣れてましたよね。全部当たってたけど。今下で待とうかキャストしようか迷ってる。キャストして広く探った方がいいな。ちょっと社長。持ってかれるんですよね。これも餌がちょっと。あー絡んでる、通りだ、おー、おめでとうございます、おいー、やばい、どの仕掛けがどうなって、あ、全然いけます、抜きの必殺技を覚えてしまった。あれさっき僕ら言ったんですけどね、
持ちいい、今の気持ちよかったですね。ブルブルブルからの四角絡んでるとやっぱ食わへんな。まあやっぱ違和感でしょうね。こっちやで、大きい。あ、いいサイズ、いいサイズ。これちょっと写真撮らせてください。あ、めっちゃいいサイズ。なんかずっと言うてます、原西さんは。あ、りょうさんが今トラブってるんで、今チャンスです。今ここで差を埋めた方がいいです。ちょっとようやくコツ掴んだというか、こう手返しが良くなってきました。こっからが本間の勝負ですよ。ここが一番の大事な勝負どころです。釣ることよりも釣った後の トラブルなし。 OK OK です。あ、トラブルなし、ノートラブルです。はい、15分経過です。早いっすね、釣れてると早く感じるねえ。ノートラブル岡村で。一応の大きいの釣れた時はサムネの写真撮りに行くんで、その時ちょっとタイムロスになりますが、そこだけお付き合いください。岡村さんは一旦あの写真撮り終わったんで、そのタイムロスは。調子いい、やばい。岡村さんがコツ掴んできてペースアップ。ここからです、勝負はここからです。トラブル、トラブルだけです。あとはトラブルの怖さです。大森先生いざ取られてないよ。丁寧ですよね、岡村さん。丁寧やし、あのクッキングが綺麗に当たった瞬間取るんで。俺もやで。岡村さんも丁寧やし。いや、原井さん何回見てもなんかフッキングしてないんですよね。当たったらもう巻いてくるっていう。来たで。あ、釣れてる。あ、おめでとうございます。来たで。そっからです。あ、巻きすぎ。重りが。あ、これはトラブルだ。あ、これトラブルの原因になる。ああ。ああ。タイムロス、タイムロス。大丈夫や。ああ。やった、大丈夫や。これをこう丁寧に岡村さんに投げて、あれが絡んでないかが心配よね。そうです、毎回そうですね。違うあれの方がいいかも、投げ方が。これでかかん当たりなかったら絡んでるって見た方がいいぐらい。本当にそれぐらい当たりがあるとですね、うん、今毎ターン当たった当たった、おーし、来た。丁寧に、これやっぱ2匹掛けしたらだいぶ差埋まりますね。おー、来た。OK です。着々と OK です。追加です。全然量産サムネって言ってくれへんな。ちょっとすいません、サイズが。あ、1匹でかいのいますね。最初に釣ったやつ。いやいやいや、そんな見栄え良さそうなやつが来たら。カズヤでーって言ってる。原井さん、あの雑すぎて今先生がボソッと、原井さん餌付けがすごいですね。カズヤでー。カズヤでー。めちゃくちゃ荒い付け方してたから。カズヤでー。頭からシュッとつけた方がいいって言われてるのに、もうなんかもうほんまにどうだよ、真ん中からくの字になるようにつけて。結果やで、この世界は。あ、ほら、釣れずに戻ってきた。だいたい、りょうさんと岡村さん同じペース外して投げて。ああ、今、岡村さんとりょうさんが同じペース。おー、
ないですか。これね、この当たりちゃんと来るじゃないですか。当たり意外とこのサイズ。あの人、あの風やで風やで風やで。いや原井さんすごいな。雑にやってるけど、なんでかしたけど2匹めっちゃ釣るやん。すげえ。あれもういいや。さあ2匹掛けの時こそトラブル気をつけてくださいよ。ああ、魚が暴れて引っかかる可能性あるんで。するってことですか。しない、もう巻くだけ。しない。え、腹筋したことないです。したことない。腹筋したことないらしいです、原西さん。え、来て、はい、ちょっとそのまんま待って巻いてくるってことですか。そうです。そしたら2匹。はい。原西さんは腹筋せずに当たりがあってもしばらくボーっとするらしいです。じゃあ2匹かけようと。はい。初めから。わかった。あれだ、力分かったよ。これも1匹今かかって。けど今ちょっと待ってる。一匹かかってる状態ですね。かかってる。余裕出てきた。二匹掛けを狙う。原西さんの二匹のやつを見るとやっぱ一気にあれやから。こんだけ当たりがあるときは餌短くて。あ、15ミリぐらい。15ミリ。これ逃げたの？いや、ついてないじゃないですか。多分。これで行こう。とりあえずやば。あんまり合わ。そうに。もしかしたら回って。サイズですね。いらんこと言わんと。誰がハゼサイズ。ハゼだったとしたら、まあ両型です。この間すごいちっちゃいの連れて、口細く言われてます。口細。はい。カジショウ小さいほどかけるのは難しいんですよ。当たりはなるほど、確かに。磯目が相対的に入りづらくなるんで。そっか。おお。お願いします。もう岡村さん完全にコツつかめましたね。あ、俺もちょっと逃れた。原井さんの行きがけがね、なかなか。うわ、めっちゃペース上がってるんだよ。原井さん一応手際で言ったら一番テンポは良くないけど、2匹で追いついすぐ追いついてくるから。倍倍でくるから。はい。すごい感じですよね。確かに原井さん、またあの先生に教えてもらった。リアクションするっていうのは一切いや、もう自分を持たれてる。自分を持たれてる。餌付けから先生の言うこと何も聞いてないし。自分を持たれてる。ちっちゃいとこからずっとやってきてる釣りやもんな、これ。から丁寧に先生教えてもらった。餌付けから何もやってなかったっていう。原井さん、でもダブル付け苦手ですよ。餌付け苦手って何ですか。このクラブの隊長は原井さん、はい、あ、そうです。原西フィッシングクラブなんで、原井さんがもう部長なんで、原西さんが法律官。そうですね。確かに林名人が僕が出しゃばることは何もない。だからね、こんな草厚いのにちくみ鍋食べたいって部長が言えばみんな従うしかないんだよ。灼熱の下つながりダブルになったかも。あ、マジっすか。ちょっと当たりがちょっと変わった感じがする。選んでダブルか。一匹から変わったような気がしました。一周しました。おー、マジですげえ。うわ、来たー、ダブルです。これちょっと写真いいっすか。ダブルの写真、これダブルの写真撮りますね。14、はい、まだまだ20、おい、マジか。やだまだある。俺勝ちたい。